鉄道局の日本語版のツイッターを担当してました山崎です。すごいやっぱりスピーチが全部エキサイティング で皆さんがどんどんツイッターで感想をくださって、それをこう伝えていってライブで動画を見れてっていう、そこのこうミックスが非常に面白いイベントになったんではないかと思います。見てくださった方皆さんありがとうございました。すごく楽しかったです。